こんばんは。最近会う人会う人に白って言われる白瀬です。何も塗ってないんですけどね。なんかもう白いっすよね。すごい。ですね、今日はですね、何のための配信かと言いますと、51カ所ツアーのチケットが始まっている地域がありますので、その説明としてこの動画を撮っております。春公演とファンクラブのチケットが始まっている地域もあるし、一般チケットがもう始まっている地域もあります。ファンクラブに入っていなくても取れるチケットが始まっている地域もありますが、まずはファンクラブチケットが始まっている地域を説明しますね。デリン、こちらです。デリン、ファンクラブチケットが始まっている地域、これはファイナル公演ですね。宮城5月22日、大阪6月4日、香川6月5日、福岡6月11日、広島6月12日、北海道6月26日。この6公演はもうファンクラブチケットが今始まっております。ファンクラブチケットはどういうチケットかっていうと、割と前の方で見れるチケットでですね、入場順もまあまあ早いチケットで、料金がファンクラブに入っている人は5400円です。そして学割さんは、本気の学割をやりますので2400円となります。この6公演はチケットが始まっておりますので、ファンクラブチケットですね。でファンクラブに入っていない方もですね、ファンクラブに入ったその日から、その瞬間からこのファンクラブチケットは応募できるので、ライブ来たいなと思っている人に関してはですね、ファンクラブって月額500円になりますので、入った方が得かもしれませんね。タイミングですよ。でれん。そして、一般チケットが始まっている地域もありますので、それも説明させてください。一般チケットはですね、でれん、この9公演が、チケット始まっております。香川3月5日、愛媛3月6日、浜松3月12日、石川3月13日、北海道3月19日、宮城3月21日、埼玉3月26日、奈良4月2日、三重4月3日。この9公演が一般チケット始まっております。ファンクラブに入っていなくても取れるチケットで、春公演ですね。これは、料金が5900円で、学割さんは3900円になります。そしてこの学割っていうのは何かと言いますと、小中高大だけではなくてですね、専門学生さんとか幼稚園の方もこの学割対象になりますので、お得ですので、ぜひぜひ、お願いいたします。で、今はね、この地域でのライブのチケットが始まっているんですけれども、ここから先、また始まるチケットがあるんで、それはこれからおいおいね、説明していくんですけれども、今はこの地域で、チケット始まってますんで、お間違いなく。こちらファイナルの方の、ファンクラブチケットは、もう始まってまして、3月6日までの申し込みとなりますので。そしてこの一般チケットの方は、この9公演が始まってまして、これは、公演の日までチケットが取れますが、もう結構売り切れてる地域も出てくるっぽくて、どこだっけな、埼玉とか奈良とか、あとどこだっけ、どっか売り切れ間近か売り切れぐらいになってますのでね、早めにチケットを取ってください。このご時世にね、本当にジャミリーのおかげでいい景色が見れてます。ありがとう。そして今回どういう内容かと言いますと、初めての方もね、かなり多いと思うので、ちゃんと説明しておきますと、でれん、90分ライブになっております。予習とかはね、別にしてもしなくても楽しませる自信ありますが、タトゥー、ロミジュリしか知らないっていう方もやっぱり最近はめちゃくちゃ多くてですね、1曲しか知らなくても全然エスコートさせていただきますのでね、初めて来る方がですね、もう、最低でも 50% 以上いますので、初めての方でも安心して楽しんでいただける自信がありますので、ぜひぜひ来ていただきたいですね。嘘つきしか知らないとか、タトゥーしか知らないとか、全然春公演とファイナル公演では、内容も違いますので、複数公演もぜひぜひ来ていただきたいし、お代わりしていただきたいんですけれども、この春公演の方は、51カ所の内容で、このファイナル公演の方はね、内容が変わりますので、ぜひぜひもう全公演来ていただいても、めちゃくちゃ楽しんでいただけるようなことを考えてますので、まだちょっとあんまり言えないんですけどね、秘密なんですけれども、楽しみにしていてください。そういうところでですね、またわからないことがあったら、質問とかくれたら、またブログとか書こうかなと思ってるんですけれども、また質問とかしてくれたら嬉しいです。で、この動画だけではわからないこともあると思うしね、
最近俺のこと知ってくれたりとか、ホワイトジャムの音楽前から知ってるけどライブは初めてなんですっていう人もいると思うので、どんどんこう分かんないことをね、 SNS とかでね、Twitter とか送ってくれたら、ちょっとブログとか書くようにしようかな、エスコートするので大丈夫ですよ。以上です。今日もこの動画を撮っているのは深夜ですので、ちょっと顔面のクオリティは許してください。もうくしゃくしゃですけどね、すまへん。ありがとう。以上、しろせでした。ありがとうね。